株式会社トキワは,は、大分県下で3店舗の百貨店等を運営する企業である。社名のトキワは,は、歴史的金遣いで、トキワと読み、常緑字を意味する、とこ派に由来している。トキワは,は1936年に創業された、2012年時点で営業されているトキワの店舗は、大分市中心部の本店、別府市中心部の別府店、 大分市郊外のわ田店の3店舗である、時和の関連会社である時和インダストリーは、大分県内各地に総合スーパーの時和インダストリー、食品スーパーのアテオ等のスーパーマーケットを展開している。時和中高の外も言われた、アガツマトールによって、地方百貨店のオスと呼ばれるなどの一時代を築き、ピーク時の2002年2月期には売上高786億1。 200万円、子会社のスーパーとキハイ,インダストリーが3年2月期に、売上高463億7、507万円、両社合わせて約1、250億円を計上し、グループ全体の年間売上高は、大分県の小売業の年間商品販売額の約1割弱を占めるなど、大分県を代表する小売業として君臨していた。 しかし近年は郊外型ショッピングセンターとの競合や車社会化の進展による福岡方面への顧客流出、食品スーパーの競合激化などにより、時は単独の年間売上高は約475億円と10年間で311億円11期連続の減収。時はインダストリーも同約337億円で9年間で126億円9期連続の減収となり、 二社合わせての売上規模は約800億円、10年前との比較で450億円の減収となっているなど厳しさが目立っている。人口50万人以下の都市では珍しいフルライン都市型百貨店が展開可能な売り場面積を有する本店と結婚式場を備えた時和会館に加え郊外にショッピングモール時はワさダタウンを開発するともにその各店舗として 地方百貨店では、九州発となる本格的な郊外型百貨店はさだ、店を開業し話題となった。時はは、熊本県熊本市の古城本店の関係会社である。1980年代には、小田急電鉄創業者、安藤奈良六がだいぶに縁があることから、小田急電鉄系、小田急百貨店と商品券の業務提携を行っていたこともあった。 現在は全日本デパートメントストアーズ開発機構の一員である。1985年8月に採用された。現在のロゴマークは垂直、斜め、水平の三つの円を重ねたもので、それぞれの円は大板、顧客、時和を意味する。それ以前のロゴマークは水平にしたカタカナのと二つと、木と逆 Z 字になるよう組み合わせ、これを和で囲んだもので、 同業の総合のものに類似していた。時は本店時は会館時は本店と時は会館を結ぶ連絡通路詳細は時は本店を参照本館だけで42,564平方メートルの売り場面積を有する地方都市では異例の巨大百貨店であり隣接する時は会館の1から2階にもさらに売り場を有している。時は会館の三から六階は賃貸テナントや 結婚式場で、これらを含めた本館と、時は会館の総延床面積は93,356平方メートルに上り、大分駅前繁華街の集客に貢献している。しかし、昨今の景気低迷に伴い、巨大な売り場面積に見合う、売上高を確保できない、地殻変動が起きており、2005年末から本店地下1階、 地下2階を大改装し、地下1階の食品売り場を強化するとともに、書籍、CD、DVD を販売していた、地下2階を、大分の名産品を取り扱う、町の駅時はとするなどの手こ入れを図っている。別府店開店以前は、唯一の店舗であったため特に故障はなかったが、別府店の開店に伴い、大分店と呼ばれるようになり、同じ大分市内にわさ店が開店した後は、 本店と呼ばれるようになった。一部のエレベーターにエレベーターガールを配置している。本館1階には、大分バス乗り合いバスプラザ。本館前の中央通り沿いには、中央通り停留所の1から2番乗り場があって、時は本店前は、実質的に、ダイブバスのバスターミナルとして機能している。時は、別府店詳細は、時は、別府店を、参照時は、別府店は、 別府近鉄百貨店との熾烈な争奪戦の末、1988年10月、別府市の駅前再開発計画の中核店舗として開業。時は、別府店の百貨店棟と別府市による第三セクター、別府商業観光開発公社が運営する、別府ショッピングプラザコスモピア専門店街が入居する専門店棟との二棟で、 複合商業施設コスモピアを形成していた。開業前、泉都、別府商業不要の起爆剤になると歓迎の声は多くあった。しかしその一方で本店のミニバンになる品揃えが中途半端で売り上げが伸び悩むであろうという器具が地元製材会関係者内であった。開業初年度から売り上げが低迷し、断続的な赤字体質であった。 1998年にコスモピアが経営破綻。専門店棟は、時和が44億円で買収し、百貨店棟専門店棟の一体化経営で赤字からの脱出を描いたが、モータリーゼーションの高度化、大分、別府福岡間の高速バスの時間短縮、低運賃化、大分自動車道、九州自動車道の整備が進み福岡、天神地区などに、 買い物客が流出し続けた。以前、赤字体質から脱却できず、2005年11月から開店以来17年ぶりに大規模改装を行った。今後、くすのき港跡地にオープンした、夢タウン別府、大分駅にオープンした JR 大分シティとの競合に生き残るかが大きな課題である。一方で、2010年代に入ると改装により、テナント化が進んだほか、 祭事の増加などによって黒字に転換。2010年度からは継続して黒字運営となっている。現在、2019年度内のリニューアルに向けて改装が進む。地下1階の食品売り場は関連会社の時ワインダストリーが運営するフードキッチンを展開し、旧コスモピア側にはライトオンなどのテナントを誘致。地元の山陽コーヒー直営店機平カフェ。 スターバックスコーヒーをカフェとして新たに導入した。2006年1月末には7階に新設された。レストランが今で直通するシースルーエレベーターが完成した。本店、ベップ店のキャッチコピーは、ふるさとのデパート世界の商品、いい品で長持ちさせましょう。創業70周年記念の前後には、今もこれからも、心弾む百貨店も使われた。また、店舗前には、 亀の井イバスの北浜バス停があり、バスターミナルとして機能している。時は和田店詳細は、時は和田だ店及び、時は和田タウンを参照時は和田タウンは、時はグループが、大分市西南部の脇田地区に出店した、モータリゼーション対応の郊外型ショッピングセンター、大分市役所は北市所の移転等を含む、脇田新都心計画の一環として計画された、デベロッパーが、 地方百貨店企業であることは珍しい。各店舗の時は朝田だ店のほか、純各店舗の時はインダストリーや、専門店ゾーン、シネマコンプレックス、東方シネマズ、大分はさだを核とするレジャー、飲食ゾーン、フェスティバルタウンからなる。都心の本店を残して、住み分けを目指したことから、百貨店としての品揃えが、中途半端であると指摘されている。時はわ タウンのキャッチコピーは、この街は21世紀の贈り物、毎日の素敵に出会えるワクワクタウン。もともと JR 中津駅南口にあった出張所を2017年6月24日の時ワインダストリー中津展開店に合わせて、同店内に移転、拡張させたものである。ギフト商品に加えて、婦人雑貨なども販売している、毎週水曜日が定休日となる。 1978年、時和の完全子会社、薄木時和として開業。業績不振のため2003年2月末での撤退を、親会社の時和が表明したが、地元製材会の要請に応じ、薄木時和を生産した後、時和の直営店として店舗規模を縮小し、時ウ薄木店として運営を再開した。しかし、黒字化の目処が立たないため、 2006年2月28日に閉店した跡地は建物を解体し、さらにされた後、2012年2月より大分銀行薄木支店が移転営業している。大分市、別府市内には大手、地方の百貨店を問わず、競合他社は存在しないが、百貨店という業態全体が売り上げの鈍化に見舞われていることに加え、 地方都市の限られた証券の中での多店舗展開が足かせとなり、近年では自社内の競合に苦しんでいる。かつてカリスマ経営者と言われた、アガツマトールバ経営トップの座にあった時代は、地方百貨店の優と言われていたが、近年ではピーク期の2002年2月期以来減収が続いており、5年間で売上が150億円弱減少している。 2007年7月18日には臨時株主総会を開き、財務体質の強化のために20億円の第三者割当て増資を行い、うち10億円を資本金に入れ従来の1億円から11億円に増資することを決定した。別府店の特別損益計上により、2007年2月期の最終損益は17億1、400万円の赤字になっていた。 2009年2月期の決算では3期連続の減収減益を計上したことから2009年5月13日には今後3年間の中期経営計画を公表すると共に利益体質の改善のためにメインバンクの大分銀行より専務を副社長として昇聘し連携強化のために時はインダストリー社長を取締役に据えるなどの新経営体制を発表した ありがとうございます。